それでは質問コーナーです埼玉県にお住まいの60代のカウンセラーの男性からの質問です40歳代の頃に中条貴則氏のおじいちゃん戦争のこと教えてを読んで日本の近現代史に興味を持ち勉強し始めました 長年少しずつ勉強してきた中で感じたのは中国と韓国に関わらなければ大東亜戦争にもならなかったし米国との戦争にもならなかったのではないかということですこの点について上島さんのご意見をお聞かせください、はい、これねあの難しいんですけれども、はい、あのアメリカとの戦争を避けたのではないかということ えー、避けたかもしれないけれども、うん、でも結果的にはね、はい、その白人と有色人種その差別がその溝がずっとあった中で、えー、どこかでそれを解消する、まあ、今日の価値観で人種差別は良くないという時代を世界にもたらすということは白人側の善意に待っていたらおそらく何百年もかかったであろうと思うんですよね。 なるほどで同時に日本がアジアの、まあ、そこそこの国として生きながらえるっていう選択をしたならば白人はその日本を見逃したかもしれないけれども、えー、でも日本人の持っていた志とバイタリティーはやっぱりそこにとどまることをよしとしなかった明治国会を。はい、そうするとやっぱり中国と韓国に関わらなければということ ではなくて終局的にこれ石原幹事の世界最終戦争論なんかにもつながってくる話になるけれども、はい、やっぱり文明の衝突という形でね、まあ、戦うという局面は避けなかったのではないかというふうに思いますね、えー、でこれが例えば独自にお互いがその物質文明を発達させながら今日のようないろんな力を、えー パソコンであったりとかねあるいは航空技術であったりとか産業技術であったりっていうのを仮に用えたとすればそうすると実際にミサイルや砲弾銃弾が飛び交うような戦争ではなくて今日インターネット上で交わされているようなサイバー戦争であったりとかっていうような形の争いっていううになったかもしれないけれども、うんはい、いずれにしろ私はの衝突は避けられなかったというふうに 思いますね日本が有色人種としての独立を高らかに掲げてでそれをあまねく有色人種全ての権利として白人に認めさせようというようなことを思ったとすればね、はい、でその前段として、まあ、その朝鮮半島とシナ大陸に名人を進出せざるを得なかったとっいうのはもう当時の地政学的な、えー、これはもう必然性といっていい流れだったから。でその中で アメリカは、えー、これはあの日露戦争の仲介をしてくれたセオドア・ルズベルトがもともと日本を好きだったけれどもこれで嫌いになるとかもしれぬというようなことを<う>、まあ、日露戦争の日本勝利後に彼は言うわけですよね。えー、そこから海軍力の増強をアメリカは進めてていって、えー、明治42年に ホワイトフリートというアメリカの艦隊を世界を周遊させる中で日本にも寄港させてっていうデモンストレーションを行うんだけれどもだからやっぱりその文明史世界史というような視点から見ると、えー、唯一の有色入種の近代国家そして、はい、強大な軍事力を備えた存在として立ち上がってきた日本が、えー、それまでの既存の秩序の中で白人が、えー、世界を 景気を切り分けるがもとく自由にしてきたそれに抗う存在として目障りである孤釈であるというふうに思った、はい、あその感情的なものも含めてねやっぱり衝突は必然であったろうと。なるほどでそのひたすら衝突を避けたいというのであれば日本は膝を屈して、えー、ずっと、うん、有色人種はやはり白人の上には立てませんということに し、えー、続けるそういう存在であればそれは衝突は起きないけれども、はい、それはまさに霊獣というのであってその存在に私たちのご先祖が甘んじえたとはとても思えないので、ええ、私はやっぱり日本は立ち上がったととといいううことになろうと思いますね、ええ、先生これ、まあ、歴史に威風はないわけだけどもあの、まあ、中国が この大東亜戦争の時に日本と同じ価値観を共有して中国との協調がもしあったならばもっと違う未来になっていたんじゃないかと思う時があるんですけど、うん、同じアジアという連携というのは当時は無理。というかもともと彼らにないからね。 彼らにとってあるのは宗主、はい、国と長考する国っていう関係性しかないから、はい、だから同じアジア人って見なしてないでしょ同じとは見てないし <laughs>、はい、でその辺のことを考えるとねやっぱりあの我々の方がむしろ錯覚してるんですよ同じように漢字を使ったりとかね、えー、肌色も同じでしょ、はい、でまあその共同体の作り方もまあ似たところがある っていうのが、えー、これはまあ福沢諭吉が明治18年に脱話論を書いて「我々と彼らは違う」と「悪友はごめんだ」というふうに至るその経緯、うん、まあ福沢さん自身はその朝鮮の独立運動家を支持したり支援したりした経験を持っていながらそういう結論に至っていくところでいくと我々がね結構勝手に思って てるんですよねあの、えー、<laughs> 同じだと同じ価値観だろうというふうに、えー、でもちろんその似てるところもあるけれどもでも根幹が違うんですよねその歴史の歩みの中で言うとやっぱり日本がその、えー、歴史の段階を経て形作ってきた日本人の価値観といったものとやっぱりシナ朝鮮の価値観の違いというのがこれはもうはっきり 異なるものだとというう、ね、認識をすするる必要があると思うんですね、はい、だからその,その期待感を持ち続けて今日の外交も失敗ししてるでしょ <laughs> る我々が譲歩することで、はいえー、うまくいくんではないかという時にまあ日本人同士だったら少し譲ってくれたらじゃあこちらもオーブンに譲ろうっていう風うに考えたりするけれども彼らは譲ったら柔らかい土はもっと深く掘ろうというふうに考えるというふうにね。はい なのでね。これはあのあの文明論的に言っても、あのやっぱり日本は一国で一つの文明だというふうに見なす。歴史が多いわけですよね。で、はい、私たちはそのそういう意味での近しい仲間を得たいという気持ちはあるけれども。ええ、でも日本は日本として、えー、やるしかないんだというね。そのうん、栄光ある？孤独という。まあそこまで言うと言い過ぎかもしれないけれども。 まあそういうい覚悟を持って、はい、でそれに寄り添う,う同胞のようにみなす存在 UFO がいてくれればありがたいなとは思うのはいいけれどもでも勝手に彼らがそうだと思ってはいけないし、はい、で歴史的な経緯で見ればその可能性が今もって維持されてるのはまあ台湾であろうというふうに思いますけれどもその台湾もね日本が戦後 えー、いわゆる日韓断交以後はどういうふうに私たちがあの国と付き合ってきたかあるいは付き合ってこなかったかということを考えるとね、えー、その絆はどんどん弱まっているわけで、えーえー、東日本大震災の時にうもう抜きに出て、えー、日本を支援してくれた台湾の人々これ中華民国政府ではないとはちょっと付け加えておきますけれども、はい、ほとんどその台湾の国民人々が支援してくれたことでね その親日感情というものが何辺に由来するかということを踏まえた上で、えー、私たちは正式な国交があろうがなかろうが台湾とどう付き合うかということをね日本人自身が己の覚悟として決めていく必要があると思いますねはい、ありがとうございましたえご視聴いただきまして誠にありがとうございます高評価チャンネル登録コメント待ちておりますよろしくお願いいたします